は前に行かない。こっちの方がなんか多分。これ。誰もいなくていいね。ちょっと練習、りっちゃん行ってみますか。ちょっとフィンがつかない高さまで歩いてって。フィンってスーッて行ってるんですよ。ちょっと後ろ目で乗ってみてください。スイッて乗って。あ、悪くない。悪くない。腰打ってる。腰打ってる。めっちゃ漕いで漕いで。だいぶ行ったとこで落ちたら結構ビビります。ビビりますね。やべえってなりますよ。気をつけていきましょうか。じゃあ落ちました。ハミちゃん立って。はい、一回死んでる。わざとじゃねえのか。左足が、左足真ん中にグーって一気にグッと。なんでなんで腰出てる。おおおおお。いやー気持ちいいな。これはいいね。そうなんですよ。なんか子供たちにも教えてあげたいですよね。どうですか。最高だね。最高だけに。最高だけ、最高だ。泣いてるもんね。すごい幻想的だし、いいっすね。大和くんも仕事辞めてよかったっすね。こんな経験絶対できないから。勇気が多分すごく必要だったと思うんですけど。俺が辞めた時、はい、生まれたばっかだったかな、3年目。なかなか。じゃあでも奥さんもすごいすごいですね。うん、完全にそれですね。僕も最初の子が生まれる日に融資断られましたからね。ひどくねっつって。でその帰りに病院に行って生まれるっていう。普段生活してると世話しないですからね。見えない何か。そうなんですよね。割と自由になると、あ、割と時間あるなって気づいたりしますよね。割と効率的に生きようとするじゃないですか、無駄だからって。そればっかやってるとその余白を楽しめなくなっちゃいますよね。キャンプとかは無駄が多いけど、それをあえて経験できるのは楽しいですね。小川のせせらぎが聞こえてきませんか。みっちゃん、今日の食材は何ですか。今日はどでか天然
ピラメです。うわー、ちょっと持ってもらっていいですかね。ドカーンと。でかい。うわー、でかい。一物ですね。もう顔顔顔。じゃあそれではこいつをさばいていこう。まずは鱗を取っていきます。で、ヒラメは鱗すごい細かくて皮にこう入り込んでるから、うん、で、すき引きって上の皮と一緒に鱗を切っていく感じ。うわー、動画で見たやつだ。俺の大好きな手まぐれクックで見たやつだ。うわー、すごい、すごいっすね。こんな大きいヒラメどうしたんですか、みっちゃん。これどうしたんですか、山本くん。これはですね、ケイチが釣ってきました。ありがとうございます。コツは、コツは前に行かないっていう。前に行かないというと、俺の包丁を動かしてる意識は、うん、包丁をこう上下にやってるだけ、うん、へー。あとはもう包丁の切れ味で切っていく。教えてくれるんだ。ちょっとヒラメの顔して、ヒラメのモノマネした顔をね。それカレーだしね。わかんないし、わかんないし。僕の裏もやっていきます。はい。裏もやり方は一緒なんだけど、裏の方が皮が薄いから難しい。ピッチリですね、裏も。じゃあ頭を落とします。はい。どうですか、大きいですか、今までさばいてきた中で。いや、でかいね。多分上位に食い込むぐらいでかいんじゃないかな。だいぶ慎重にやってるけど、そこは理由があるんですか。ここに、この下にニガ玉があるんだけど。反応ってやつですか。そう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 。そいつが個体によって結構バラバラで、場所にが、うん、なるほどね。それを傷つけないように。あ、なんだやつ、ニガ玉って苦いんですか。苦い。あ、単純に苦いんだ。あれが身につくと、その苦味が移っちゃうんだ。そうそうそう、入っちゃうから。ニガ玉を傷つけると怒られる。ほら、ほらほら、おー、ニガ玉。あー、でかっ。これを潰しちゃうと、この辺一体の身が使えなくなっちゃうから。使えなくなるレベルなんだ。水洗いしても、タイと比べ物にならないってことでかいですね。まあ、個体がでかいからっていうのもあると思います。でもそんなに、そんな大きいタマちゃん見たことないですよ、僕。言うと思った。うわー、うわー、おお、これがニガ玉だ。すごーい、グレムリンみたいだね。色が本当に苦そう。これがブワーって広がるから、うんうん、色もついちゃうんです。この大きさだと多分この辺までずーっと緑になっちゃうから使えなくなっちゃう。だからあんな慎重にやってたんですね。そうそうそう。いざ待て。わー、すごい。じゃあ本日もよろしくお願いします。お願いします。うん、静岡爆死。爆死だね。じゃあタイの鱗を取っていきます。ゴシゴシするんですね。これね、タイの鱗結構みんなこうやってやりがちなんだけど、めちゃくちゃ飛びますもん。そう、うん、飛ぶ。ここの間が空いてるのは立ててこうやってやると、あ、そういうことなんだ。鱗飛ばない。鱗飛ばない。結構知らない人いない。知らない人結構多いね。そうっすよね。ただ YouTube で僕結構さばくの勉強しましたけど、みんなこうやってやる。この前たまたま、めっちゃ飛ぶ。めっちゃ飛ぶ。飛ばす飛ばす。まな板っていらないもんなんですね、もう。ちゃんに確かに。レベル前に。本当はあった方がいい。当たらないようにやっぱ切ってるんだろう。うん、そうそう。そうなんだ。こう、俺ら、力任せにいっちゃう。おー。おー。お、カムト割り、カムト割り、いきますよ。コツってあるんですか？コツは、この包丁、出刃の場合は、うん、こっち平らでこっちが回ってるじゃないですか、うん、ここをまっすぐにするんです。あー、だ包丁が包丁まっすぐにしてた、ちょっと斜めにする。へー、全然割れないですもんね、これ。あとはあとことある昨日やった
押すと切れないから包丁って、うん、これの時も今もこっから入れてここまで使って切る。どういうことか。流して少しずつスライドさせながら切るんですね。あ、わあ、あら、すげえ、クパーしたね。え、なに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 。やばい、これ笑ったら負けだよ。笑ったら負けだ。おお。なりますよね。ひとたたきで狙い通りに。ね。すごいよ。山田君だったら指落としてますよ。指を今。ね。めっちゃ病人みたい。そうでしょう。よく言われる。職業なんなんでしょうね。ユーチューバーだ。そう見て。カトニーじゃ何してるんですか。いや、これどっか見てる、どっか見てる。今日はそれで出し引くんですか。幕開けですね。これは。いい音。すごいコカボムのシャンデリア綺麗だな。これ綺麗だな。これ綺麗。みっちゃんが今お掃除してるんで乾杯しときますか。ちょうど見つかるからね。先生じゃあいきますか。お疲れ様です。お疲れ様です。引きますね。よろしていきます。あー、お願いします。先にちょっと包丁の、結構こうやって見ると肉厚ですね。いや、めちゃめちゃ肉厚だね。やばいっすね。座布団とはこんな、この時期にこんな肉厚なヒラメいるのっていうぐらい。へー、どれが釣ったのかな。出た出たよ。その線に沿って切るとかあるんですか。そう、この線のところに中骨があって、最初中骨の上の部分に包丁を入れて、それでそこから徐々に落としていく。うん、少しずつ。そうそう。うわー、うまそうだなこれ。うおい。乾杯しましょうよ。あ、そうやって勝ち切るんだ。そう。勉強になる。うわー、素敵。うわー。イエーイ。超楽しい。超楽しい。プロの仕事って何でも見てるだけで最高ですよね。もうショーです。うん。これは逃げ出した養殖の鯛でございます。逃げ出すんですね。まあ諸説ありますけどね。なんか逃げ出したのか逃がしたのか。でも逃がしてるって話聞くけどね。ね。逃がすの。まあでもそれ全部釣り上げちゃったら。釣れないから。あ、そういうこと？あ、そうやってやるんだ。いや。自分と比べちゃうと。そうだね。これやるのに相当時間かかるから。これがプロだ。ゴツゴツした手が美味しそうっていうコメントがありましたね。あ、そう見た。美味しそう。うん。新勢力。ね、新勢力。これは何をしてるんですか。これはこれはちょっと皮ごと、鯛は皮が綺麗だから皮も生かしてお作りにしようかと、うん。これやったのどこだっけ。これはね、ふもとっぱ地球儀さんたちと。そう。金目鯛やった時は。そうだ。うまかったもんね。で、ちょっとこう塩を取るじゃん。で、軽く塩。カツオ兄ちゃん。
すごい。うまそう。うまそう。そう皮目だけでいいんですか。皮目だけで。理由は、まあ皮を締めたいから、身の方はそんなに、できれば本当は皮だけお湯当てたいぐらいなんですよ。あ、そうなんだ。じゃあ今からギュインってなります。おお、美しい。本当にギュインってなった。これをやると皮が綺麗に食べれるようになるから、皮も柔らかくなる。そうなんですね。はい。なるほどね。縁側を取っています。縁側。そんなに全然違う感じについてるんですね。あ、そんなに細いんだこんなの大きいのに。そう。普通のお寿司屋さんで出てくる普通っていうか。福縁寿司とかだと縁側は違うって言いましたもんね。うんうんうん。火種の縁側じゃないって言いましたもんね。そうそうそう。今日本物が食える、そうそうそう。この厚さです。よいしょ。皮もうまいですか。おお。あっちで何かやってるんですか。このまま 4P までできますもんね。 4P できますよ。じゃあちょっとやりましょう。よし。こう昆布締めを昆布。これカチカチなんですね。あ、こいつが水分を奪いつつ、そうそうそう。本当はちょっと戻したりするんだけど。トレードするんですね。今は即席だから、はい、あえて水分が吸いやすいよ。ヒラメも結構水分っていうか水が出てましたもんね。それを吸いつつ昆布の旨味を出しつつ。うわー、これは進んじゃいますね。キャンプっすよ。キャンプで昆布締めね。でけえな。でけえ。締められねえな。おお。ワクワクさん、おーおー、ワクワクさん上手ですね。じゃあ刺身。切ってる姿を見るのがすごい好きなんですよね。わかる。ご飯食べたりしてもこれ見てるだけでね。うまそう。すごい。これで高さを出してるんですね。で、あの身もちょっと厚めに切って。あ、厚めなんだこれで。あ、そっか。もう一個薄作りにするって言ってましたね。あと身の状態を見て厚みを変えるのを作るって。この身の状態はどんな感じなんですか。もう熟成してるっていう言い方が正しいかどうかわかんないけど、結構柔らかくなってるから、薄く切るよりも厚く切った方が口の中に旨味が広がるから。へえ。これ何盛りっていうんですか。これね、糸作りっていうんだけど。糸作り。糸になってないけど。本当はもう半分に渡した方がいいね。あ、そっちから行くんだ。カツオの時もなんかこれね、これで皮目を生かす。あ、なるほど。そっか、さっきのやつ薄くなっちゃうから。そうそうそう、皮を味わえないんですね。見た目が綺麗でしょ。めっちゃうまそう。だけど今日も膝で全ての吸収してるからね。うっちゃんが腰の痛さを、腰を生贄に捧げてね。皮目の鯛を召喚してるから。これはうまいな。今日は静岡県産のわさびです。やっぱりそのすりおろし器は何なんですか。サメ肌。サメ肌。サメの肌の。サメ肌がいいって言いますよね。そう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 。なんか理由があるんですか。サメ肌ってあの丸いんだよね。
あ、そうなんだ。そう、角はないから。確かに。本当だ。普通のおろし金だったら削り取ってるんだけど、まあこれも削り取ってるんだけど、より細かく削るっていうか。うん、わさびだけでも飲めますね。うん。それでいい今日。ん？それでいい。一回言いたかったこれ。これ毎回毎回あるなこれ。毎回あるなこれ。おお、そういうことか。何を作ってるんですか。これ薄作りを。どうしたんですか今。そういうことか。あ、身の感じでどれぐらいの厚さにしようか考えてたんだけど、うん、思ったより薄くできないなと思って。うーん、なんでこれ先っちょが立つんですか。そういうように切ってるんですか。そう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 。すごくないですか、花みたいになって、うん、穴開いてるな。うわうわ、あら、これはそういうことか。永久だこんなこと。ちょっと逃げな。完成しました。はい。よいしょ。おお。何やこれ。すごい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 。はい。うわー、すげえ。いただきます。よし。いただきます。そぎ作り。あ、わさび。うん。皮うまいな。うん。うまい。うまい。しみるな。じゃあこのこれ何でしたっけ？肝と。肝の、ヒラメの肝と万能ネギ。あ、すごいわ。それ飛ぶでしょ。うん。飛ぶ。飛ぶ。うん。飛ぶ。あ、それも醤油で。これやべえ。うん。これやばい。もうポン酢でもどっちでも。なにこれ。いや、これはちょっと。ジャパニーソウルウォーターもらっていいですかね。あ、これやばいわ。飛んでますね。これ今日一飛んでますね。これやばい。ネギで巻いちゃってもいいし、これも入れちゃってもいいしみたいな。うん。本当だ。もみじおろし結構ピリッと。これ全然入れてもおいしい。おいしい。いただきます。おいしい。うん、あれ、これ旅館だっけ。これうまい。湖畔です。うまいな。まあ、チェイサーがないですか。大丈夫。うん、チェイサーやな。あ、もらっとこうか。じゃあチェイサーとは。チェイサー欲しいっす。チェイサーでございます。チェイサーでございます。何に乗っちゃってますか。ヒラメの昆布締めですね。昆布締め握りだったんだ。こっちはもう全部昆布締めになってる。あ、違いすぎるね、これ。キャンプですよ。キャンプですよ。よいしょ。いただきます。いただきます。いただきます。端っこから。ごめん。ここがタイ。あ、タイ。ゲッツタイ。愛媛県のお酒をいただきました。じゃん、石づち。じゃあみっちゃんからついてあげてください。ありがとうございます。ありがとうございます。おお、いい音が。うん、みちこ。はい、みちこで。いきます。いただきます。よいしょ。よいしょ。よいしょ。
おや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 お
しょ。ほう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 。あれ。しょ。じゃあ乾杯しましょう。おちょ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 。お前らお前ら。ありがとうございます。大好きなやつよ、これ。まろやかだな。うん。うわうわ、すごい。こんなお玉の使い方する人、初めてかもしれないです。初めてかも。それでは、お待たせしました。これが、さっきの鯛の煮付けです。わっしゃーい。うまそう。染み込ませるっていうのはタレと絡めて食べるんですよね。うん、そう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 。あ今教えてもらったんだみたいな。あ、そうですね。うん、身は全部真っ白のまんま。あ、なるほど。いただきます。染み込ませると硬くなっちゃうらしいな。あ、そうなんですか。酒をくれよ。めっちゃうまい。うん。あ、めっちゃうまい。口の中にそのタイの味を馴染ませ、飲まずに日本酒飲んだら。飛ぶ。いやめっちゃ本当にありがとうございます。ありがとうございます。ただいま。極まったね。